おはよう、ぽんちゃん。はい、今日はですね、これです。今日のお題はカレンダー、カレンダーのジャン君ぽんちゃん版、2部制作中です。制作中というかもう、データとしては出来上がりました。今プリントアウトして見ているところですけれども、こちらの PDF のデータ、これを、無料でダウンロードできるようにしました。ちょっとじゃあ全体に見せようかな。これが PDF です。まずこれは、どっちだ、あ、こっちだね。これが、まず一つ目ですね。これが、表紙はこのような状態で、1月、はい、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、こうなっています。これがこちらの表紙のものです。本当はだいぶ印象を変えたものを2つ作りたかったんですが、カメラの事情といえばいいですかね。 A4 いっぱいいっぱいにプリントできるものがあまり数がなかったので、似た感じになっちゃいますが、こちらはもう1個目ですね。これはもう本当に、見た感じの好みで決めてもらうという感じですが、これ表紙1月、この下ですね。下は全く、写真なしにしました。上だけの写真になります。2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、こういうラインナップになります。こちらの方ですね、完全に無料で PDF ダウンロードできるようにしましたので、説明欄の方からですねクリックして、ダウンロードしてください。まあ直接PDF 開きますのでそこからプリントアウトをするなり、データをダウンロード一旦してですね、印刷をするところにプリントアウトするところに持っていくというのも、一個の手だと思います。自宅にプリンターのある方は、少しいい紙で出すといいと思いますよ。普通紙だとちょっと色が濃くなっちゃってですね、あまり綺麗じゃありません。光沢紙とか、あとはで、なんとか、メーカーによって色々あるんですけれども、ちょっとグレードの高いやつ、あまり高い紙だとですね分厚くて、使いにくい、もしくは、高くついちゃうっていうことがありますので、あ、それから気をつけなければいけないのはバチのプリント屋さん、に持って行って高級紙で、出すとですね1500円ぐらいかかっちゃうそうです。これは、僕の意図する、ところではありません。できるだけ安くですね、皆さんが楽しんでいただけるように無料で配布しますので、ちょっとご相談の上ですね、それなりの値段で、もちろん高い値段の方がいいって方はそちらで、出していただいて結構なんですけれども、びっくり、高くついちゃったっていう、ことのないように、できたらいいなと思っています。そして今プリント中のものはこういう形になっています。
我が家ではですね、キャノンのプリンターを使っていますので、このような写真用紙、光沢、スタンダード、薄手。これね、薄手にするのは、ポイントとして薄手でもまあまあしっかりした紙です。これ12枚重なるとですね、結構な、なんていうのかな、硬さといえばいいのかな、になってしまいますので、極薄みたいなのがあるといいんですけど、やっぱり、写真用紙にはないのかもしれないですね。はい、このような状態です。ですね、今、12月から逆の方向で、今プリントしていますので、9月まで、8月までプリントできました。次は7月分をプリントしようと思います。はい、では、よろしければ、よいしょ、ご自由にダウンロードしてお使いください。ジャン君が、せーの、ほい。はい、ジャン君も、楽しんでねー、と申しております。朝一番の作業でした。はい、甘いもさん、はい、ジャン君こっち見てごらん。はい、このようなカレンダーです。今プリントは4月のとこまで来ましたが、プリンターポンちゃんがプリンターの上に乗ってくれてですね、はい、こんな状態です。少し今不調が出ています。なかなかプリントできない状態ですが、頑張ります。ジャン君、ちょっとジャン君こけたっぽいね。ポンちゃん、やっとプリンターから来てくれました。そうそう、ジャン君、はい、ジャン君、遊ばない？ジャン君遊ばないの。これは。はい。これもあるよ。はい。ジャン君。
さばんない。ジャン君、ポンちゃん参加します。じゃあ何か投げようか。これはい、色違い。遊びません。豚、遊びません。ではこれ、よいしょ、ここに来たらすぐ来るんかい、すぐ来るんかい。はいはい、じゃあやりましょう。まだここに来たらまでしか言ってなかったんだよ、ちゃんくん。はい、お腹やってみよう。足りませんね。じゃあちょっと取っとこう。ポンちゃんは、ポンちゃんこれやる？ポン
茶もいで。お茶おいで。ポンちゃん。また後でね。はい、いただき物にここにジャン君が遊びに来ました。ジャン君が見に来ました。何もらったの？って言ってます。なんだろうね。なんだろうね。ジャン君が入ってるかな。いいのかな？出して。はい。はい、なんか可愛いものが入ってました。シマウマのポーチ。シマウマのポーチの中に。My dream. I hope you happy.じゃじゃん出た出た出たこいつだこいつじゃじゃんピシャうちにこれ集まってきてますねいちごさん静岡いちごはいあもう一匹いたよこれずらっと並べてみるまたうなぎさんだこれまた違う人だ、ね、あのこの間の子あポンちゃんここにいたのねこの人たちの仲間だね、うん、なるほどなんだっけもけけもけけさんの新しいバージョンうなぎさんですそしてはい前にはい以前からのこの子が以前からでこの子が新しく来てまた新しい子が増えました面白顔ですはいじゃあここにじゃあジャン君のところにいちごとみかんそして富士山と富士山とよいしょはいいちごとお茶とうなぎくんうなぎ面白いどうもありがとうありがとう面白いこれでジャン君の布団が作れてどんどん増えていますこのポーチもほら、ジャン君かわいいよ、うん、ほら、なんか入ってます、はい、まだまだあるようでいろんな面白いぬいぐるみが増えますこれはまた別の名前のものがあ、これちょっとかわいいねこれ、あれかな、なんかオーナメントっぽいかな、うん、あれ、なんだろう、なんか飾、そうだよね、オーナメントだねこれは何じゃプチぬいぐるみおじさまと猫もちもちして触り心地抜群うんその子は何だうまくするとジャン君がかじって飛ばすやつになるかもしれませんこの子はねこの子はねこれかなうんこれはキラキラあ、お目目がキラキラなんだね。キラキラちゃんでーす、はい。ジャン君が飛ばしてくれるといいな。ありがとう。ありがとうございます。お尻ポケット。ん？映ってんのませんよ。あ、そうか。これをこれをなんかお尻ポケットって書いてあります。どういうことかな？お尻ポケットって何かな？スマホが入るよって書いてあるね。うん。ポケットなしのトートバッグにつけるととっても便利。あ、ポケット代わりにね。そっか、ポケットの代わりになるよってことなんだね。はいはい。あ、なるほど。あ、ここでこうシュッてやって、うん、ここがポケットになるよってことなんだ。ってことは猫がデロンって外に出る感じかな外じゃなくて中にしてるねあそう危険だからかな外に出すと、うん、外でペロって出ちゃうからああそうそうそう、うんうん、はい使ってみますね使ってみますあとねマスキンにゃんこマスキングテープはいこの柄のねにゃんこちゃんのお尻と前向きとこんな感じになってます、うん、これはこのシリーズだああ本当だお揃いこれ前にクリスマスのオーナメントとしていただいたんですはいじゃあお揃いが増えたのねじゃあ来年これ、はい、
来年っていうか、なんかクリスマスじゃなくても平気そうだから、もうね、ジャン君たちのお友達にしているので、この人も一緒かな。はい。あ、おやつが入っています。あずきミルクショコラ。おいしそう。和風だね。うん。キャラメルっぽいかな、和の味は、まおいママさん大好きです。大好きです。そして、ミッキーとミニーの筆箱の中にちゃんと文房具が入ってますあ、ちゃんとディズニーの中にディズニーの、うん、あ、これは違う、これなんだっけ、モノ消しゴム、ミニオン、あ、モノ消しゴムなの、ちゃんとかな、サンスター、あ、モノだ、あ、色が違う、うん、黄色だから黄色なんだ、そういうことだね、そうだ、キャラクターのペンとボールペン、はい、シャープペン、芯が回ってる、筆記用具までありがとうございます、ね、ありがとう、これで、そしてね、うん、ノートもついてた、あ、本当だ、これもミッキーのノート、これほら線が入ってないから、うん、お絵描き用ですな、お絵描きにできます、はい、またまた今日もありがとうございます、ありがとうございます、ジャン君が埋もれていますはい、ジャン君友達いっぱい良かったですね、ジャン君、はい、ジャン君、ジャン君、ジャン君からもお礼言っといてね、あ、ありがとうの、あーだったね、うん。